国会では岸田総理大臣が出席して政治資金規正法の改正案をめぐる議論が行われていますでは国会記者会館から中継ですはい。自民党と野党それぞれそれぞれ独自の改正案を国会に提出しましたが隔たりが大きく野党側が岸田総理大臣に顔を洗って出直してこいと詰め寄る一幕もありました 政党から党幹部に支給され公開義務がない政策活動費をめぐっては自民党案では使い道は項目別に公開するとしていますが立憲民主、国民民主などが今日共同提出した案では政策活動費を禁止としていますまた政治資金パーティーについても自民党案はパーティー券の購入者の公開基準を引き下げて10万円超とするとしていますが 立憲が単独で提出した案では、パーティーそのものを禁止していて、野党は自民党案は手ぬるいと批判しています一番遅くて、一番内容のないものを出す、これ、反省がないんじゃないでしょうか、えー、この政治家の責任の強化、透明性の強化と再発防止に向けて実効的なこの案を、えー、提出することができたと考えています顔を洗って出直してこいと。 また、野党が禁止を求めている企業団体献金について、岸田総理は、禁止ではなく、透明度を上げるべきと述べました改正案はあさってにも開かれる特別委員会で審議入りし、与野党の本格論戦が始まります。